皆さんこんばんこばは、えー、すけです今日は僕がお店を開店するまでの動画を作ったのでもしよかったら見てくださいどうぞはいおはようございます、えー、すけですちょっとたまには僕がどんなオープンの準備をしているのか動画にしたくてあとちょっと自分も見たかったっていうところもありますなんで今からすごく長いオープン準備の映像を見していきたいと思います まずこのねシャッターがそもそも重い軸が古いらしくてシャッターめっちゃ重いっすでまず灰皿を出しますでこの次のこの次に出すストップがマジでめちゃめちゃ重いこれこれよこれもすごく重い毎日それ毎日出してるはいでこっから早送りします脚立が多すぎてちょっと早送りしないと すごい長い動画になっちゃうんでちょっとだいぶ早送りしましたこれ何本出してんだろうもう相当出してますでこの脚立を出した後にさらにもう一つこのカート <laughs> これ出す必要あるんかなはいでなんか入りまーすでいつも通りこうやって入ってってめちゃくちゃ狭いでカバンめちゃくちゃ放り投げますはいで 毎朝のルーティンのお香を炊いてここでちょっと気分が上がるかなお香の匂い嗅いでうんここでなんか一日が始まったって感じがしますはい夫婦してますねはいで閉じて終わったらちゃんと履き掃除しますもう古着屋さんってめちゃくちゃあの埃たまるんで一応毎日ちゃんと朝やるようにはしてますお客さんが通るとこぐらいははいこんながさつな僕でも で、まず iPad に DM とかメッセージとか、まあなんかいろいろ来てるんで、それを返したりとかして、1日が始まります。はい、いかがだったでしょうか。あの、脚立が多すぎて、朝、準備するのがめっちゃ大変です。あれで、結構、あの、朝からダメージ食らいます。そんな感じですかね。皆さんもしよければ TikTok のプロフィールからインスタグラムを飛べるので、もしよかったらインスタグラムも見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。